激戦の末に巨大な魔物を倒したリンクたち。しかし魔物たちはその隙をついて城を乗っ取っていました。こうしてハイラル軍は敗北したのです。激戦を終えてみると王女ゼルダの姿が見えなくなっていました。インパとリンクは戦場を走り回ってゼルダを探しましたが見つけられませんでした。魔物たちとの戦いの中でリンクに不思議な力を感じていたインパは緑の衣をリンクに託します。それは伝説の勇者の証でした。自分が勇者かどうかはわからない。それでもリンクは姿を消したゼルダを探すためインパと彼女のもとに集まった兵士たちと共に旅に出ることを決意します。数週間たったある日、リンクたちはある噂を耳にします。フィローネの森に魔物と戦っている者たちがいる。彼らのリーダーは若い女性らしいと。ゼルダかもしれない。そう考えたリンクとインパはフィローネの森へと抜けるため魔物ひしめくオルディンの溶岩洞窟の突破を試みるのでした。
Zip!